はい、失礼します。おはようございます。おはようございます。左遷さん、結構マネースキルセット反響大きいですね。いやマジで、はい、俺もめっちゃ言われるんですよ。言われます。はい、あれ勉強になるわとか。普段俺そんなあんまり言われたことないから芸人さんでも話題になりますか、はい、とか同世代の友人とか、うん、同世代が多いかもですよね。僕もそうなんですよ、うん、それこそ全然違う金融業界の友人から LINE が来たりして、面白いわとか勉強になるわとか。うわー、ありがたいね。嬉しいですよね。ね、で今回ちょっと特殊じゃないですか。確かに。え、お会いしたことあります？いや、ないと思います。私も多分本当会っても1回。それこそその野球 の、はい、のニュース番組の中で、当然そのスポーツのコーナーで。里崎さんの現役時代って知ってます？いや、僕本当に野球が分からなくて。相方のカネチが野球好きなんですよ、はいはいはい、で次のゲストの方が里崎さんって言ったら、はい、みたいな、里崎くんのみたいなめちゃめちゃテンション上がってて、あ、すごい方なんだなっていうところで止まってます。そうですよね。角度はどういう角度になるの？そうなんですよ。元スーパーアスリートが今どういう感じかとか、はい、YouTuber としてその財を成した人として見るのか、はい、それとももう本当に資産運用の人として見るのか、うん、はい、どの角度から入ればいいんだろうと思って。そうなんですよねいや、あとなんかその噂によればですよ、はい、貯金を結構してきてるらしくて、かなりその溜め込んでるんですよ総資産は果たしていくらなのか、うん、吐かせよう。吐かしたいですね、うん、今日もうそれでいこう。サムネもそうですねLet's go. 活躍することの次に目標が資産を貯めること。風呂入った瞬間から10万円の積み立て定期預金してました。はい、ねえ、堅実ですね。堅実ですね。最初からもう貯金する額決めとかなきゃいけないんですよ。余ってたから貯金しようはバカ野郎ですよ。なくなってもいいと思ってやる分と、なくなっちゃダメなやつをもう明確に分ける。なるほど。1000万でも1億でも2億でも資産余らして踏んだら万歳ですよ。マネースキルセット資産運用キュンゴー。おはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、失礼します。失礼します。よろしくお願いします。大丈夫ですか僕で今まで専門家の人いっぱい出てるって聞いたんですけど、はい、そうですね、はい、専門家でも何でもないんですけど、ね、いやいやいや、ただのアスリートなんですけどただ今までのゲストさんの中で一番声出てますね。ですね。そうなんですか。はい、あと一番圧を感じてますね。すはい、声出さないとマイク拾わないんちゃうかっていう。いやいやいや、拾えてます。地声で届いてますよ。届いてますよ。届いてます。すごいですよね。里崎さんのちょっと改めてプロフィールご紹介しますと、はいはいはい、1998年にドラフト2位でロッテに入団されましたよね、はいはい、現役引退まで一貫してロッテに所属しており、はい、ゴールデングラブ賞やベストナインをともに2度受賞、はい、2005年の日本一、2006年の WBC 優勝を牽引したメンバーであるということで、まあ、ここはやはりトップアスリートとしてのキャリアなんですけども、はい、その後ですよ、はいはいはい、引退後は解説者としてだけではなく、うん、はいはいはい、YouTube チャンネルを開設、登録者数およそ60万人を誇ると。えぐいっすね、はい、僕の目標が、はい、引退後も1億円を稼ぐっていうのが目標だったんで、はい、まあ、現役時代やっぱプロ野球選手は年俸1億円になるとまあ一流の証って言われてたんで、だ引退してもまあ死ぬまでにできたらいいなと思ったら、現役の1億円いくまでより引退してから1億円いくまでの方が早かったそういうとね、たやすく聞こえてしまうんですけど、はい、決してたやすいことではないんですよね。そうですよね。だってそのトップアスリートがそのまま YouTube の世界に来たらバズるってもんでもないですもんね。そうですよ。やっぱ早かったんで僕。あ、そうなんですか。19年スタートなんで、僕中田あっちゃんと一緒ぐらいなんですよ。あ、え、そうなんですね。時期が全部が YouTube 乗り出す前なんですよ。はいはいはい、YouTube?
負け組がすんじゃねぐらいの時期です。まだそうか、確かにテレビに出れない人がやるんでしょうぐらいの、うんうんうん、でも、はい、ちょっとやっぱ芸人界もそれあって、はい、カジサックさんとかが始めた時にこの裏側は割とあそっちに逃げたのねとか、はい、こっから全然主流になっていくのにもかかわらず、うん、ちょっとそう冷ややかな目で見るみたいな、うん、だからもう最初だったんでそラッキーでしたね。いやでもですよね、だからちゃんとその目標にしていた1億円という額が達成されたっていうことですよね。そうですね。で今日何を我々は学べるのかということで、はい、里崎さんのこの5つの流儀を、はい、ホワイトボードに書いていただきましたけども、はいはい、これはもう僕がもう現役、はい、だからもうプロ入ってからずっと、はい、引退してからじゃないですよ。えもう22大学卒業してプロ入った時からもうこの考え方でもうゴールを目指して、これ本当に今日ためになるなと思って、でもちょっと半信半疑というか、はい、え本当にって思うところも確かにあるんですよ。あるんですか？あります。逆にあるんですか？いやありますよ、これ現時点ではちょっと全然ないでしょいやでも今までの先生はね、はい、そう貯金はもうみたいな話もあったりとか、うん、か運用だとか、はい、まあね、そのそれはちょっとあれですね、はい、あの昭和の先生ですね。いやいやいやマジっすか？新しいやり方です。新しいっていうか、はい、これしかないんですけどね。佐藤さん、ちなみにこれから今詳しく一つずつ聞いていきますけど、はい、ゴールは何になるんですか？ゴール書いていただいてもいいんですか？はい、ゴールはですね、はい、まあ、僕の場合は引退しても、はい、まあ、1億円稼ぐね。プラス死ぬまで生活水準下げない。これです。これできたら一番いいっすよ。一番いいですね、はい、まさしく人生のゴールといっても過言ではない。いやもうできますよ。これさえ聞いとけばできますマジっすか？本当ですか？しかも超簡単です。これ難しくて、あらゆる芸能人たちが必死になってるんじゃないんですか？それはやっぱ間違った方向に。あ、そうか。いやこれしかないんですけどねもう新たな扉が開くと思いますよ。聞きたいっすね。いやですね、ちょっと早速聞いていきましょうか、はい、じゃあまずその1ですけども、はい、まあ、冒頭ちょっとお話ありましたけども、はい、資産運用する前に貯金せよ、はい、うわそうなんですね。お金は使うなと。いやもう資産運用する前にやっぱ貯金しないといけない早いっすよいやでもプロ野球選手ってやっぱりこうお姉ちゃんがいっぱいいて、はいはい、ワーンって使う。だからあれですよね、悪魔のささやきが先輩から来るんですよ、はい、絶対聞いちゃいけない一言、まず一つ、はい、ね、お金は使わないと入ってこないぞこれ聞いたことないですか？聞いたことあります。めちゃめちゃあります。聞いたことあります。言われてました、はい、金は天下の回り物だと、はいはい、それも嘘です。嘘ですか？はい、使ったら何が起こるか、はい、なくなります当たり前のことだけど、はい、当たり前のことだけどとても大事なこと。でもこれはまあいわばですね、まあ、資産を貯めるためには、はい、まあ、労働と投資ですね、はい、この2つしかないですよね、はいはい、自分で汗水垂らしてお金を稼ぐか、はいはい、投資で運用していくかしかないわけです、はい、でもですよ、ないお金、はい、投資したところで増えるのリスクの方が高いんですよ。あ、なるほどなるほど。10万円増やそうとするより、はい、10万円働いて稼いだ方が多分早いんですよ。あ、そうか、そうか、はい、でしかもあのリスクもないですし、はい、だから僕が一番やったのは、はい、やっぱ最初は貯蓄することなんで、はい、現役プロ入った瞬間から、はい、10万円の積み立て定期預金してました、はい、堅実ですね。堅実ですね。定期預金ってあんまり最近聞かない。そうです。だからあの、はい、プロ野球選手対戦するの1割ぐらいなんで、はい、9割はもうやめていくだけなんですよ、はいうん、だから5年後もしクビになったとしても、はい、600万貯まるわけじゃないですか。そうですよね。で600万貯まればもう一回大学行き直して勉強することもできるかもしれないし、うん、資格取れるかもしれないし、はい、もしくは次の仕事を探すための生活費に充てたりとか、リスタートを切るためのやっぱ資金として600万もあれば、まあいいリスタート切れると思ったんですよね。はい、だからまず貯蓄しようっていう。うわ、でそれが奇跡的に、まあ、16年、はい、プロ野球人生できたんで、まあ、引退する頃には約2000万ぐらい貯金できたっていう。すごいです。現実的ですね。しかもですね、あの今もそれやめてないんで、今も引き落としされてます。すげえ。ずっと。
10万円ずつ。はー、だから余んなくても最初からもう貯金する額決めとかなきゃいけないんですよ。余ったから貯金しようはバカ野郎ですよ。なるほど。余ったら貯金しようは貯金できないですよ、はい、余んないんで。余らないのか。だから最初からないものと思って生活すれば、はいはいはい、その中でやりくりするじゃないですか。はい、だから現役時代活躍することの次に目標が資産を食べること。割合ってその10万円ってどのぐらいでしたか。でも1割最初、でも最初僕、はい、1300万で入ったんですけど、はい、どんどん下がっていったんで最初。1300、1150で1890までいったんで。でそれでも満額じゃないんですよ。そこから税金引かれるんで、はい、1000万だと多分手取りが500万から550ぐらいなんですよ、はい、だから月40万ぐらいですね、はい、手取りは。でもそれでも10万貯金ですよ、してたんですよ、はい、まあ、一般的な、はい、まあ、高水準ですけどそのサラリーマンぐらいの給料の時代があったってことですよね、はい、そうそうそう。だから人とか人だったともしじゃあ仮にじゃあ月2万円積み立て貯金しようでもいいんですよ、はいはい、そしたら年間24万じゃないですか、はい、5年で120万になるじゃないですか、はい、確かに。から投資しても遅くないですよね。そうか、あら確かに当たり前ですけど、うん、キャッシュなくして投資はできないです、ね、はい、できないんですよ。やっぱ生活を切り崩してまで投資しちゃうと、はい、それ危ないじゃないですか、はいはい、だからまあ余力の中でするとそれがもしゼロになったとしても、うん、はい、生活レベルは落とさなくていいじゃないですか。確かに確かに。っていう余裕もありますよね。そうかそうか。はい、それなんかこう現役の時とかに誰かがアドバイスしてくれたりとか。誰もしてくれない。自分で。独学です。そんなこと言う人いないですもん。プロ野球選手に。そのちなみに、はい、その最初からそうしようって思うきっかけってあったんですか。うん、危機管理能力ですよ。すごい。だからうまくいった時の準備は使わなくたかったらラッキーなんですよ。はあ。だから車とかの保険と一緒ですね、はいはい、みんな車保険かけるじゃないですか、もし何かあったら事故とか起きたら困るから、はいはい、それをもったいないっていう人いないですよね。はあ、確かに。でまあレギュラーになるぐらいの時に税理士の先生から、はい、引退後の生活の方が長いから、はい、家を持ってなかったら引退する時に4億円貯金、で家を持ってたら2億円貯金、800万円ぐらいの年収だと手取りが500万ぐらいらしいんですよ、うんうんうん、だから500万を、ね、40年間使えば 2億円じゃないですか、はあ、だから40歳で引退して80歳まで年収800万の生活をできるって言われたんですよ。はあ。そしたら月年間500万使って、はあ、で所得ゼロなんで、うん、資産で生活するんで、はいはいはい、全ての控除が受けられるっていう。はあ。だから国とか自治体の助成金とかそのいろんなのは全部サポートを受けられるから、それで生活すればまあ最低限の、ね、うんうん、だ年収800万の生活って結構でかいですからね。そうですね、はい、はい、でもなんかそのちょっと目がくらむというか、はい、なんか欲しいなとか、はい、ちょっと今日遊びたいなみたいなその欲に惑わされることはなかった。いや、あります。だから外では羽振りよく、はい、家では質素にっていうのが僕のもう生き方なんですよ。だから外でやっぱ羽振り良くしないと、はい、後輩とかにもそれはお金も使わない、はい、使う時には使わないと人ってついてこないじゃないですか、はいはい、でも家でいる時一人の時に贅沢する必要ないんですよ、はい、だから外で羽振り良く焼肉みんなで食いに行って、はい、家では自炊して、はい、いやすごいですね。勉強になるなですね。どのくらいから投資をこう見据えていけばいいんですかね。そのお金がなくなってもいいっていうお金がどれだけあるか、はい、なるほど、うん、はあ、そうかそうか、はい、基本そのリスクは常に頭に置いといた方がいい。置いとかな、はい、だからもしこのお金、はい、家建てたいからとか、はいはい、マンション買いたいからとか、はいはい、車買いたいとか、はいはい、ね、何かに使いたいと思って貯めてるやつは使っちゃダメです。なるほど、うん、だから今だったらじゃあもしじゃあ10万とするならば、はい、5万貯金して5万積み立てNISAでもいいですよね。だからそういうふうになくなってもいいと思ってやる分となくなっちゃダメなやつをもう明確に分けるっていう。絶対成功するのはないんで。なるほどね。そうかそうか。でもこっからの人生が何年で、はい、だからいくら必要かってちゃんと頭で計算してなかったなと思いましたね。そうですよね、はあ、基本の木かもしれないですね。でここでも僕ちょっと疑問なんですけど、はい、2番、はい、お金は墓場まで持っていけ。趣
死んだらお金使えないじゃないですか。いや僕も聞きましたよ、地獄に金は持っていけないから、はあ、それ真剣にもそれで納得してるんですか確かになとは思っちゃってたんですけど。そうですよ、だって結局何のために貯めてたんだろうみたいなことで、はいはいはい、それは危ない考えですね。お金は墓場まで持って行って大成功なんですか、はい、というとさっきの凛太郎さんの話じゃないですけど、はいはいはい、いつ死ぬか分かんないんですよね、はい、1時間後かもしれないし、はい、30年後40年後かもしれないし、はい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 、死ぬに合わせてゼロにできるんですかお金そうか、このもう何十何歳の何月何日、はい、何時に死にますって言われたら、はい、それはもうゼロにするっすよ確かに確かにでもゼロになった時に知らなかったらどうします。あ確かにな、きついっすよ、大変ですね。それこそ無理に質素に暮らしてお金を貯める必要はないですけど、うん、普通に暮らしてて余って死んだら生きてた時は苦労不幸ないんですよね、はい、満足してるんですよね、はい、じゃあ余らして死んだら幸せじゃないですか。はあ、そういう考え方もあるのか。確かに、だからもう1000万でも1億でも2億でも、はい、あの資産余らして死んだらもう万歳ですよね、はい、よっしゃみたいななるほど、はあ、だから亡くなっても生きてる最悪ですからねそれ一番最悪っすね。これをみんなに分かってほしいんですよ、はあ、旅行行くのが趣味なのに、はあ、旅行も行けなくなった、うん、旬のものを食べたいのに食べに行くこともできない、うん、家から出れない、はあ、どこも行けない、はあ、きつくないですか。きついっすね、はあ、それだったらですよ、はあ、死ぬ時に1億円あってもそれまでに好きな旅行も海外も含めて行けるとこ行けた、はあ、春夏秋冬好きなものも食べてきた、うんうん、ね、あもし子供とか孫がいれば常にプレゼントもあげれてる、うん、死にます、1億円貯金あります、うん、最高じゃないですか。最高最高まだありますみたいな、はあはあ、発想転換すると、うんうん、確かにも墓場まで持っていければ、うん、なんかゲームクリアじゃないですか。そう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 、最高ですよ。だから知識とかもそうじゃないですか、はいはいはい、みんな言うんですよ、準備して使わなかったらもったいないって言うんですよ、はいはいはい、だから勉強でも何でも、はいはいはい、こんなの大人になったら役に立たないよって言うんですけど、はい、役に立たなかったらラッキーじゃんっていう。はあ、万が一役に立てなきゃいけない時に持ってなかったら最悪じゃないですか。はあ、そうか、はい、だからこのご自身の本にもあったんですけど、はい、その誰もやりたがらなかった全試合解説とか面倒くさいことも率先してできるのかなって思っちゃったんですよ。そう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 、もう3年になるんですけどバカみたいに毎日全試合見てるわけですよ、はい、1日6試合見るんですよ、はい、地獄っすよあんまり言わないですけどね自分で。いや本当もう俺なんでこんな現役の時より試合見てるんだろうと思うんですよこんな真剣にみたいな。でも多分9割方はその情報って使わないんですよ、はい、でも万が一あるテレビ局あるところから、はいはい、このことどうですかって聞かれた時に全部答えれるんですよ。確かに全球団のこと全方位型っすもんね。はあ、い、ちょっとあのーはい、1日どんなスケジュールで過ごされてるのかが気になってきたんですけど書いていただいてください、せっかくなんで、はい、1日のですね、はい、1日どんな感じでじゃあまず何時に起きるかですね、はいはい、起床ですね、はい、6時です。早っ早っ早っ、6時に起きます毎日毎日、はい、であのこっから、はい、7時まで、はい、子供の送りです。うわ、はい、いいパパ、はい、だからあのシーズン解説行っちゃうと、はい、夜帰ってきたら寝てるんで、はい、あ、そうですね、もう朝この時間に子供に会わないとずっと会わなくなっちゃうんですよ、はい、あ、まあ、そっから寝ればいいですもんね、はい、そうですね、二度寝 OK ですからね、 OK ですよね、はいはい、でこっからですね、はい、11時ぐらいまで、ね、結構いきますね、全試合して全然寝ねえじゃないですか、朝から朝から寝てくださいよ、はい、4時間この間でできれば 2,3 時間で終わる時もあるし、はい、前日も解説にどっか1チーム行ってたら、はい、5試合に減るんでそっか、1試合ラッキーなんだそうそう、監督に言ってるからもしくは試合が雨で中止、はい、ラッキーです、ラッキーで、こっから15時ぐらいまで、はい、取材対応ですね雑誌とか、はいはいはい、あとはもう番組の打ち合わせあったりとか、うん、で、15時から球場に行って、はい、22時まで、はい、解説ですめちゃめちゃ働くじゃんフル稼働です、はい、マジで。で帰ってきて、はい、こっから23時までの1時間、はい、風呂、はいはい、自由時間、はいはい、
で23時から、24時まで、はい、プロ野球ニュース見ます野球漬けだな、しっかりインプット、はい、で、25時、はい、寝ます、はあ、はい、でまた6時に起きます、早っ5時間しか寝てねえっすよ、はい、マジっすか、これです、はい、これ大体基本的にはこんな感じですね、こうシーズン入ったら大体これだと、でも YouTube の収録時間ないっすね、確かに、はい、YouTube の収録時間がある場合は、はいはい、こっからここが YouTube の収録時間になります、この取材対応打ち合わせがなくなって、なるほど、はい、で、基本10本ぐらい撮ります、10本撮り、そうそうそう、はい、YouTube っていうのは、はい、どこまでローコストローパフォーマンスでできるかが勝負なんですよ、うわ極意だ、だからもう月 2,3 回しか収録しないんですよ、へ、そう1人で撮るやつ以外は、はいはい、あとは総チェック、ま、はい、に月金で出すんですけど、はい、収録するのが、25時からです、そっからやるの、そっから26時の1時間夜中あとスマホに向かって一人で火曜日の試合なんとかかんとかでっていうのを1時間スマホに向かって家で解説してます、いや、やらなくていいです、もうそんな、いやもう凛太郎さんとかもっとでも休んでないでしょ、いやいや、で俺このスケジュール見てたら俺もいや忙しいなって自分で思ってたんですけど、はいはい、相当甘えてましたいや俺25時まで仕事して1時間は絶対 YouTube なんか撮らないです、撮れないですよね、撮れないですよねいやそこは気合いで、いやすごい、すごいですね、ちょっと自分反省しましたね、まあ、あの一つだけ言えるのは体力お化けっていう、すごい、ここも大事なんだな、タフだな、でもまあこんな感じっすね、これでも実際このスケジュールでそのどこでそのお金使ってるんですか、はい、飲みとか行けないじゃないですか、飲み会とか、飲み会とか行かないですよ僕マジですか、だって僕年間100試合ぐらい仕事してるんですから、あ、解説とか評論とか全部入れたら、はい、土日はさすがにお休みですか、します、仕事週1で休みあったらいい方ですね、今までの傾向を見てると、はい、平均で月40から50件仕事してるんで、うわその代わり僕長期で休むんですよ、え、だからもう夏休みとかゴールデンウィークみたいなとか、だから長期で休んで子供と遊ぶんで、普段は休まないですよでもモチベーションとしてはもう何ですか、やらないと、やらないとダメだよ、やらないと怖いっていう、怖いって自分の解説の深みが出なくなるんで、ここまでやって気づいてきたのに、そんなたかが見てればいいだけなのに、やめちゃって浅くって薄くなると嫌だなっていう、うわ、だから付加価値とか競争優位に時間とかを全て捧げてるってことですね。そうですよね。でもこれ仕事してると思ってるの一個もないんですよ。うわ、え、最強だ。最強だ。あの遊びに行ってる感じですもん。めっちゃ最強じゃないですか。最強のマインドセットの持ち主だ。僕だからあの仕事してるなと思ったこと一回もないんですよ。マジっすか。はい、だって、まあ、全試合チェックは自分が浅くなったら嫌だから見てるわけじゃないですか。うわ。で取材とか打ち合わせは自分のこと聞かれるんですよね、はい、楽しくて仕方ないですよね、はい、で解説は好きかって言えるだけじゃないですか、はい、そうか、今じゃあ最高の人生、はいあのだって起きてればいいんですから確かに、でテレビとか番組とかたまに出させてもらうじゃないですか、はい、もう芸能人いっぱいいるし、はい、もうディズニーランド来てるみたいな感じなんですよおーみたいなすげえ。もうどこ行ってもミーハー感覚でどこ行っても楽しいんですよ、じゃあもう遊んでる感覚で遊んでたら、うん、どんどんお金が貯まっていくみたいな、そうなんですよ、だからそんなに仕事してって言われるんですけど、仕事と思ってないんで、そっか、いやこれ最強ですね、でこれちなみにどれが一番なんですかね、マネタイズって言ったらあれですけど、お金になっているっていう感覚ですか、それで言うと一番お金にならないのにお金になるのがあるんですよ、はい、これです、全試合チェック、一番お金にならないんですよ、見てるだけだからお金にならないですもんね、はい、でも、はい、これを YouTube で発信してるから、うん、それを見て仕事が来るんですよ、あ、宣伝なんですよ、佐々木知識こんなに知ってますよっていう宣伝なんですよ、はあはあ、でそしたら結局メディアの人たちが、まあ、佐々木に聞いときゃ楽でいいやろみたいな、はあ、何でも答えてくれるしみたいな、はあ、すぐ連絡つくみたいな、はあ、で電話さえ取れればもう今でもいいですよって言うんですよ、取材とか、はあはあ、
日改めなくてもそんな人いるの？いないですよ。電話でその大体アポ取りに行ったらそのまま取材できちゃうんですか？うん、はい。だってもう出てんすから。いや別にいつも見てるから、こっちは勉強しなくていいんですよ。そうか。そのための勉強はいらないのか。はい。何聞かれても改めて勉強する必要ないんですよ。知ってるんで。確かに。だから起きてればいいっておっしゃるってことですね。そうなんですよ。全身チェックされてるのっていつからですか？コロナからです。2019年でだからあの YouTube 始めて、もう翌年ぐらいで、で来たんですよ、はい、ってなった時に暇だなと思って、はいはい、じゃあやるかと思って暇だから、はあ、これ見えんなと思って、だから緊急事態宣言が全部を好転させてるんですよ、はあ、競馬もやんないけど競馬もやるか YouTube でみたいな予想でバンバン当たっちゃってすごっ、当たんないんですけどね、はい、普通。え、解説をやられてる方で結構全試合見てる方って少ないってことですか？見るやついないですよ。それなんでかっていうと、はい、仮にじゃあ名古屋の解説者の人だったとしたら、はいはい、名古屋の解説者で名古屋のテレビ媒体だと、はい、ドラゴンズのことしか聞かれないんで、はい、わざわざロッテ対オリックスの試合なんて見とく必要ないんですよ。出すとこないんで。なるほど。だからその球団で仕事しているローカルの解説者っていうのは知る必要ないんですよ。だからやる必要ないんですよ。出すとこないんで、聞かれたところでも。だから誰もやんないんですよ。しかも解説者が一番一般の方に文句言われるのは、お前試合見てねえな、何も知らねえだろ、これで文句言われるんですよ。確かに。これやってるとこの言葉言われないんですよ。お前試合見てねえな。いや全試合毎日見てますよ野球好きで全試合見てる人そんないないですよ。いないですよね。だからその代わりそのチームのファンの人よりは知識は浅いと、はい、それは仕方ないと、はい、でも全球団をしっかりは語れますよっていう、うん、これでもすごいヒントが詰まってるような気がしますよね。だって俺ディレクターなら里崎さんに頼みたいもん。いや頼みますよね。しかもこれってすごいのがなんかこうテレビとか YouTube とかいろんなコンテンツが連動してるのがすごいですね。そうですよね。そうなんですよ。しかもここの取材対応で、はい、言ったら多分、まあ、自分の中でこうアウトプットするものをどんどん整理してるんでしょうね。確かに。でここで解説して、はい、これ YouTube とかで整理されながらこう研ぎ澄まされていくような。確かにとんでもないとんでもないですねフォーマットを作ってます。確かに。で仕上げにプロ野球ニュース挟んでますもんねで見て、はい、他の解説者の意見とかも聞くわけですよ。そうか、はい、うわでもこれできたら強いな。いやでもできますよ。簡単ですもんこれできますよ誰でもっておっしゃるじゃないですか、うん、じゃあ真似する人いるんですかこれ。いや、いないですよえ、これなんでなんでなんでこんな面倒くさいことするやっぱできないんだいや、だからそういうことですよね。でだから僕はもう、うん、誰でもできるけど誰もやらないことがビジネスチャンス。すごい。あ、名言。これちょっと書いておきましょう。もう書いとこう。確かにこれね、俺本当に大事なことだと思う誰でもできること、はい、できることで、はい、誰もやらないこと誰もやらないことですね。なるほどな。ここにもうお金が詰まってますここにだって誰でもできないことってなるとスキルがいるから誰でもできないわけじゃないですか。そうか。 WBC の野球選手になれっていうのは難しいですよね。難しい、うん、難しい。アスリートになる難しい、まあ、芸人さんで売れるも難しい、はい、でも朝から早朝野球の草野球に行けば誰でもできるんですよ確かにそうか、はい、でもそんな面倒くさいことやんないじゃないですか、はい、でもそこに行くことによってすごい人と知り合いになるかもわかんないですすげえ。いやこの哲学すごいぞ、うん、あと誰にもできないこともやってんのもすごいですよ。確かにトップアスリートでもってそこもやってこっちもやるんですよ、はい、すごい。だから僕としたら何か特別な才能がいるわけじゃないんですよ。はい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 、はい、だからここはもう本当にやるかやらないかの違いってことですね。そうなんですよ。そんなこといっぱいあると思うんですよ。結構これ僕たちの業界にもかなり通ずるものが。いや通じますよね絶対。これしかも誰でもできるんで簡単なんですよ。そうですよね、はい、ただ唯一問題なのは面倒くさいっていうだけなんですよ。そうですねだから誰もやんないんですけどね、うん、そこがやるかやらないかって話になるんだろうな、はい、だからもう J リーグとか全試合見だったんですよあっまずい。見つかった。この流れはまずいな。ハイライトでギリギリです
ベンチャーハイライトとりあえず見ましたみたいな。リンドラさん YouTube のチャンネルって、はいはい、コンビチャンネルも個人チャンネルもあります、ね、個人チャンネルもあります。個人チャンネル今どういうこと発信してるんですか？キムタク爆買いです。あキムラタクヤさんが着てた衣装とかのブランドに行って服を買ってとか、まあ唯一いいところはその木村拓哉さんをそんなガツガツ追ってる芸能人がいないんで。そうですよ、ね、でも誰でもできますもんね。そうなんですよ、はあ、だからそれで出演増えたりしてるんですよ。拓哉さんといえばみたいな感じになってきてるという。やってた一個ちょっとやってたかもしれない、はあ、で一番最初にやったら、はあ、僕の全試合総チェックあるじゃないですか、はあ、これもう誰もできないんですよ。確かに里崎の真似してるって言われちゃうんで。そうか、そうか。だから凛太郎さんのね、そうもうやっちゃってるから誰もやんないですよね。そうですよね。パクリになっちゃうんで。もう芸人さんでそれやる人いないですもんね。あ確かにです。あやってた、気づかされたなですねただ楽しいことやってただけだ。いやそういうことですね。あこれでも本当に今までのお話に通じてくるのが3番に移ると思うんですよ。だから引退後は新しい経験に投資すべき。そうなんですよ、うん。その引退後、まあ、まさしく新しい経験っていうのがそういう YouTube とかもそうじゃないですか、はいはい、なんか他にこう何ですかね、投資でチャレンジしたものとかあるんですか、はい、ラジオとかでも、はい、あの無償で、はい、無償で出たりとかノーギャラで出てるんですか出るのが大事なんでそれは今後に生きてくるわけですか。いやめちゃくちゃ生きたですね、その喋りの、はい、そのやっぱりラジオって3秒黙ったら放送事故って言われるじゃないですか、うん、だから常に、まあ、適当なことでも何でもいろいろトークで返していかなきゃいけなかったりとか、はい、リスナーの人からの質問とかいろんなことに答えていかなきゃいけない時に、はい、だその瞬発力とか、テレビの解説は簡単なんですけど、はい、ラジオって喋って絵見せなきゃいけないじゃないですか。そうですね。だそういう喋りの技術はもうラジオでめちゃくちゃ学んだっすね、はい、学ばす教えてもらいましたし。じゃあその新しい経験に投資するっていうのはラジオが一つだったりして、そうそう、だから僕だったら野球村っすけど、うん、野球村のことだったらだけだったら幅広がらないんで、うん、何でもかんでもいろんなことをやって経験して、うん、で知らない間に野球っていう幹の中の自分のスキルも上がってるんで、うん、だからそのなんか固定概念捨てた方がいいですね。あ確かに、はい、いや素朴な疑問で、大体そのセカンドキャリアって考えると、うんうんうん、指導者とか、はい、そういう道に進もうみたいな考えはなかった。いやもう1ミリもなかったですね1ミリも、はい、いや ここでその日本野球の、はい、レベルの底上げをしたいんだとか。いやそれはやりたい人がやればいいですまあなんでかっていうとですね、はいはい、大体もう生活スケジュール分かってるんで、はい、そうなるとですね、僕引退するときに子供が生まれたんですよ、はい、子供 の幼稚園の入学式とか卒園式とか、はい、学習発表会だったり授業参観だったり遠足だったり、はい、全部授業行けてるんですよ。参観日とかも全部行ってるんですよ、今だとスケジュール出るんでそこ仕事入れなきゃいいだけなんで、はい、でもこれコーチとかになったら、はい、何も行けないんで、まあ、まあそうですよね。でコーチはですね、まあ、大体年俸が800万から1500万ぐらいなんですよ、はい、相場で言うと。でもこれが手取りじゃないんですよ、はい、ここから個人事業主なんで、ここから所得税、住民税、はいはい、消費税とか、はい、あの国民年金、国民健康保険なんで、うん、そういうのを引かれていくと、さっきも言ったように1000万ぐらいで手取り500万から550ぐらいなんですよ、うん、で、明日クビになるかも分かんないんですよ、はい、確かに。いやそれちょっとリスク高くないですか。あそう、だからトッププレイヤーが引退したらどん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 入り込んでくるわけですもんね、はいはい、で需要より供給の方が多いんで、うん、コーチっていう枠よりもなりたい人の方が多いんで、うん、待遇は上がっていかないんですよ。そうか、やりたい人の方が多いんでどんどん抑えられていくんですよ。だから今 そのコーチとか指導者の方はあの、まあ、そういう何ですかね、モチベーションというか、はい、まあ、それが好きだから やるか仕事としてやるかですね。あ、まあ、本当そうですよね、食べるためにというか、はい、なんかあの初回で奥野さんから、はいはいはい、あの自分ポートフォリオって、はいはいはい、あの学んだじゃないですか、はい、まさにこの話で、はい、自分に投資した分で自分の資産みたいなのが高まって、ね、金融資産のみならずっていう、うん、はい、もう体現されてますよね、里崎さんはね。それで言うと、でも凛太郎さんとかどうですか、もうずっとやるんですか、これ引退したらとか考えてるんですか。この番組とかはある種準備なのか、セカンドキャリアに備えるっていう最高の仕事。いや経費なんだから使った方がいいよ、節税対策で、うん、経費で使えば嘘ですみんな嘘ばっかりついてるんですよ節税にはなってますね、はい、1万円、はい、でも使わない方が手元残ってるんですよ。あれ本当だ、税金をいっぱい払う方が手元にはお金残るんですよ。
うわ、勘違いしてた。投資信託の担当の人をもう全開使ってました。アマゾンとかがいいですよ。で、カバー入れたんですよ。そしたら、ガバーンだったんですよ。えげつないぐらい。Google にいいと思うんですよ。もう数日でガバーンだって。めちゃくちゃいい話じゃん。俺全部逆言ってるんですよ。なんでハセン君の周りにそういう人いないの？ですよね。マネースキルセットをご覧の皆様、ご視聴いただきありがとうございます。このコンテンツでは株、住宅、保険などあらゆる金融のプロフェッショナルから資産運用に必要なスキルセットを学んでいきます。我々だけでなく見ている皆様とも一緒に学んでいきたいので、こんなことを学びたい、こんなゲストを呼んでほしいなどなど、そういった声もですね、ぜひコメント欄に投稿しちゃってください、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろたのです。